ビクター・フェルドマン、ビクター・フェルドマン、1934年4月7日から1987年5月12日は、イングランド出身のジャズミュージシャン、スタジオミュージシャン、ピアニスト、ビブラフォン奏者、パーカッショニスト、作曲家。マイルス・デイビスとのセッションによる、セブン・ステップス・ツー・ヘブンの作曲でも知られている。子供時代からプロとして、演奏活動を始め、 ヨーロッパ中をツアーして回った。フェルドマンは1955年10月に米国に移住し、ジャズミュージシャンとして、またセッションミュージシャンとして、数多くのポップ、ロック、クロスオーバーのジャンルで演奏を行った。フェルドマンが音楽的天才児として見出され、評判になったのは7歳の時であった。彼の家族は音楽一家で、彼の父が1942年に、 ロンドンでフェルドマンスウィングクラブを立ち上げ、才能ある息子を披露した。フェルドマンが初めてプロとして演奏したのがナンバーワンリズムクラブにて、兄弟のロバートのクラリネット、ピアノとアコーディオンのモンティとのフェルドマントリオであった。彼は映画、キング、アーサー・ワーズ、エージェントルマンとシアター・ロイヤルでフィーチャーされている。1944年に、 グレン・ミラーのアフ・バンドとのコンサートで、クルーパ・ボーヤの愛称とともに、フィーチャーされた。彼のドラムの師であったカルロ・クラーマーは、フェルドマンにビブラフォンを弾くことを勧め、最初に、ラルフ・シャロン60相談や後に、ロイ・フォックス・バンドで演奏をした。彼は1952年から1953年まで、インドにて、ピアニストのエディ・キャロルが、リーダーのバンドで仕事をした。 米国で仕事をするために1955年に英国を離れる前、フェルドマンは1954年から55年までロニー・スコットのオーケストラと五重相談とともに、録音推し、フィル・シー・イメンやハンクショー等の有力な英国ジャズミュージシャンも紹介した。フェルドマンに米国への移住を勧めたのがスコットであった。米国で最初に決まった仕事はウディ・ハーマンのバンド、ザ・ハードだった。 そこから始まり、バディ・デ・フランコのバンドに参加。1958年に彼は、西海岸で革新的なベース奏者であったスコット・ラファローと自身のバンドを持った。彼の1958年のアルバム、The Arrival of Victor f e l Man には、ラファローとスタンリー・ B がドラムスで参加している。彼は、多くのジャズアーティスト、ベニー・グッドマン、ジョージ・シェアリング、 キャノンボールは誰へ、マイルス・デイビス等と共演、録音し、特筆すべきは、マイルスの1963年のアルバム、セブン・ステップス・トゥ・ヘブンでは、タイトル曲をフェルドマン自身が作曲した。マイルスは、自分のバンドのレギュラーメンバーとして、フェルドマンを誘ったが、彼は、ツアーミュージシャンとしてのキャリアより、スタジオワークの安定を選び、マイルスの申し出を辞退した。 1957年にロサンゼルスに永続的に今日を構え、利益の大きい映画音楽録音業界に特化して仕事を始めた。フェルドマンは60年代には BJ レコードで2枚ほどアルバムを制作した。この2枚は彼のアルバムの中でも特にグルービーであると評されている。彼はジャズ以外の様々な音楽形との仕事にも進出した。 例えば1967年には前衛ロックのフランクザッパ。1970年代に入ると、スティーリー・ラニア、ジョニー・ミッチェルのクロスオーバーアルバム。1980年代にはトム・ウェイツ、ジョー・ウォルシュなどの作品にゲスト参加した。1987年、フェルドマンは心筋梗塞のため自宅で亡くなった。53歳であった。With the Young Bloods With ボズスキャックスウィズ、スティーリーダンウィズ、ジョニー・ミッチェルウィズ、アルベルト・ハモンド・ウィズ・ウェルトン・ジョン。ありがとうございます。